はい、こんにちは、田尻彩子です。今日はですね、ビジネスに大切なある力についてちょっとお話をします。それはですね、ノウハウは大前提なんですが、これプラスですね、そのノウハウを使ってどのように実現するのかですね、イメージする力っていうのもすごく大切になってきます。で、例えばそのイメージを、具体的にどうやってしたらいいのっていうのがあると思うんですけれども、まず一つはですね、同業のですね、他社の人ですね、自分と同じようなことやってて、で、すでにうまくいってる人ですね。で、そういう人が、SNS を使って、どんな風に、集客をして、どんな商品を持っていて、で、どんな風に、どういう動線でですね、その自分のところまで、つながるようにしてるかっていうのをですね、あとこう発信内容とかですね、っていうのを、しっかり見ていく。で、これはですね、本当に数多く見ていってください。私も LINE アットにですね、大体100人以上ぐらいですね、同じようなことをやってる人の発信を見て参考にさせてもらってるんですけれども、で、これはもう、ずっと続けていくことですね。で、同業の他社の人、うまくいってる人たくさん見て、モデリングをしていくことで、自分の、感覚的なところもそうです。ノウハウもそうだし、それを使う感性の部分も、すごく磨かれますし、具体的に、ここはこういうふうに使えばいいんだなっていう、参考になるので、生きたですね、お手本になるので、ぜひ、そういうですね、イメージできるように、モデリングをしてみてください。あとはですね、二つ目で言うと、それが叶った時にですね、自分が、どんな風になるのかっていう、この、動機づけの意味もあるんですけれども、このイメージもできるとすごくいいのかなと思います。はい。で、自分が、例えば半年後にこういう状態になりたいよと。で、そうなったら自分はこうどういう気持ちで生活して、で、どんなですね、環境、お家だったりとか、欲しいものだったり、家族の喜びだったりですね、っていうのを、イメージしてみてください。っていう、この二つをですね、イメージする力、これもすごく大切になるので、参考にしてください。ありがとうございました。